どうも影山です今日はですね盲点を少なくするということについてお話しさせていただきたいと思います。やっぱりねあのー、人間っていうのはねその意識したものしかね、えー、見ることができないですね。その意識しないものっていうのは見えない。 そういういいい状態になっていると思います、まあ、もちろん当たり前のことを言ってるんですけどもそういうことがあるということですね。だから例えばね車の運転で言いますとですねこう車をこう運転してますよねで。運転してるとこう前しか見えないですよね。前。で前の見てるところしか見えないですよね。見てるところしか見えない。 ほんでえー、後ろを見ようとしたらです、ねえー、バックミラーを見,見ますねバックミラーを見てです、ね、バックミラーを見ることによって、あのー、後ろの景色が見えると。 ということはですね、その前方しか見ないようにしてたら、えー、前方しか見えませんよね。で、後ろを見ようと意識をすることによって、バックミラーを見て、えー、後ろの景色が見える。えー、サイドミラーも同じようなことが言えると思うんですけども、そのようにですね、意識しないと見えないんですね。意識しないと見えない。 とということはですねその、その前方を見ていろいろ見てるように見えてもですね、えー、盲点っていうかその見えてないところっていうのはこうかなりたくさんあるっていうことをこう意識しないといけないんですね。でその盲点をなるべくねこう少なくするというかその多方面から見るというかそういう意識をすることが、えー、こう人生をスムーズにね、えー、進ませていける。 ことになるんじゃないかなというふうに思いますね。一つの現象があったとき、自分の一方向からしか見ないとですね、毛転が業算ありますよね。その方向からしか見ないんで、それを多方面からこう見るようにするんですね。多方面から見るようにすることによってですね、バランスの良い見方ができる、俯瞰して見ることによってそのしっかりその現象を捉えることができるんですね。そういうことをするっていうことをこう僕はね、えー、心がけるようにしていると。 その自分の,その例えば思った感情だけでそれを見るんじゃなくてですね違うその視点から見るようにするえそういうことがえやっぱりこう大切というかその何,何かにつけてその方がうまくいくというか客観的に見れてそれによってその進む方向であったりとかねそういうことがあのどういうんですかねその しっかり正しい方向じゃないですけども、そのプラスの方向へ向かっていけるようになるというふうに思うんですね。だからその何かあった時きパッとそれを見てそれで決めつけるんじゃなくてですね、盲、えー、点がないかなと自分に盲点がないかなと、もう違う見方はないかなっていうことをこう意識する。 そういうことがって、えー、うい,うとというかそういうことを、えー、今心がけてるところで僕自身がねでその方がやっぱりねいろいろとこう分かってくることもあるんですねもちろん分からんことも多いんですけども、えー、分かってくることもあるんで、えー、そういう、えー、視点というか盲点を少なくするっていうことを意識していますということで今日は、えー、盲点を少なくするということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうも ありがとうございます。